はい、ゲームばっかりしてるメロクなんですけど。はい、じゃあ、ゲームから始めます。よろしくお願いします。はい、今日は、ちょっとね、この間やったなんか子供じゃない子供たちの例えば男のはチェギチャギ、はい、女の子はコンギノリ、はい、それで大人っていうか大人じゃない家族のためのゲームとかしてますね、はい、家族のゲームは何かというとこれです。まあ後ろにユンノリって言うんだけど、はい、ユンノリってこれ何かというと、まあ、ただね食べ物ですか。食べ物だ。せんべいですか。木が入ってますね。木が入ってる。木が入ってこうなんかこう、ね、お怪しい、そう、ま、トントンミンソンノリユですね。はい、でそれでどうなるかというと、はいはい、これでユンノリって言います。ユンノリ、はい、これどうやってするかというと、とりあえずなんかこうなんか、まあ、マットとかにそれで、はい、そう置いといて、はい、そこでチームを分けて、はい、これを投げます、はい、で投げてこうなると、うん、これでこれがなんか例えばこう一つだけだと、はい、こう客だと、はい、それが1個で動くんですよ。それで1個動くんですよ、はい、これが通っていますね、はい、で2つだとこれ2つだと2個消えるんですね、うん、で消えなんですよ、はい、でそれが3つだとこれなんですよ、はい、そう3ついけるんですよ、で4つだとゆって言いますね、はい、それで 4つ消えるんですね。1234のこと、そうそうそう、はい、でそれ全部こうだと逆こうだと棒でここまでいきますよ。ほうほうほう。でそれもう1個ゆっと棒は 4つとこうはもう1回できますよ、うん、ほうほうほう。そういう感じでやってこのポートで結局どんどん進んで、ね、こう全部4つが全部渡すね、はい、そのスタートまで、はい、これは勝つんですよ。勝ち、そう、それでこう家族でみんなでこう、うん、こう回りながら、ね、回ってこう、うん、こうやってますね、はいはい、だからこれチームでやるから、はい、家族全部できるんですよ。ほうほうほう。だからすごい家族のゲームでよくやってるし、うん、韓国でもなんか年末年始のなんかこう特別なこう番組とかあるでしょ、うん、そこでケノリたちがよくやってるんですよ。それゲームやってて、もうユンノリ大会やって、それ結構と高く上げるんですか。そうですよ。なんか例えばこう下のこうなんていうか、こう例えばこうマットとかがあって、うんうんうん、そこに投げるんですよ。その外に落ちたらそれアウトですよ、うん、ほうほうほう。それいつもルールがいろいろルールがあるんで、それでまたそれを詳しく説明するとしれないけど、木でやるというのがいいですね。そう、なんかそういうのでなんかやってるんです。それが家族の民族転職だけど、だからまあこういう正月とか観光に行って、うん、なんか例えばこう観光のこう文化を、うんうん、まあ、学ぶところとか、うん、そこ行ったら結構こういうのやってるんで、みんなで参加してできるんです。結構家族でやるって韓国人の家族で結構本気になるんでしょ、みんな。でも結局本気なんですね。ねえ、みんな喧嘩になるんでしょ。喧嘩じゃないですよ。で最後これ持ってるのは殴り合って、いやそんなしない。しない。そこまで。でもやっぱりこう怒るんですよ。さっき言ったけど、このね、こう花札とかやると喧嘩になる場合もあるんですよ。みんな本気になるんですよ。そう、なんかやっぱりお金かかるから。お金ダメだ、それ言っちゃダメ。家族内でもギャンブル禁止。まあ家族楽しくやってるんですよ。いくら？え？まあ一点でなんか10円、まあ人によってね、うん、10ウォンぐらいかな。10ウォン1円ぐらい、1円ぐらい、わかんないな、どれぐらいになるのか。1円ぐらい結構なるんでしょ。で1円ぐらいだけど、まあ、場合によっては10円ぐらいかけるときなんですよ、うん、するとまあ大体まあ40点とか50点とかになると、もう400円、500円そう1回でね。そうですね。それ何回もやるんですか。そう、もうずっとやる。ちょっと何千円とか。そう、1万円とか。そうそうそう、10万円とか。10万円はいかない。それは本当にギャンブルだな。それは本当に厳しいな。でもうちの場合はあんまりしないんですよ。しないね。こう。りょうくんちゃんみかんをかけてね。でも今。1点で1個みかん。ね、でも僕はね、今でも花札、観光で花札パッとって言うんだけど、うん、これやり方はわかんないですよ。うん、そう。僕キャンブラーも好きなんで。でもポーカーはちゃんと決まってきて。ポーカーは。はい。それもね、お金はかけないから、キャンブラーも好きなんで。お金かけないね。はい、でこういうのも楽しんでやってて、家族ってみんなでやってて、はい、すごい楽しんで。こういうの、利用はどうですか、こういう店頭の。あんまりトランプかな。トランプかな。あんまりやんないかな。うん、あんまりこう家族で遊んだりしない。韓国人はやっぱりこうゲーム好きなんですね。家族でも。うん。親父となんかやってるかな。家族であんまりテレビ見るかな。一番嫌な方。最近韓国もそうですよ。韓国あんまりね。うん、ゲームしない。やってこうやっぱりこうまあテレビばっかり見てる。うちはね、家族でなんかトランプとかすると親父がねインチキするんで。そういう親父。イヒヒとか笑ってね。それが僕も慣れちゃってね。同じようなキャラクターで、ね、いや僕もインチキできるだけ親父と俺と二人でインチキして、お母さんとかもう怒ってね、もう嫌だって言ってね。そう、
まあそうですね、うん、カード隠して僕は はい、お父さんとそうよくなんか囲碁やったりとかしてたんですよ。いつも開けたんだけど、はい、まあそういうのあのなんだっけこう将棋とか将棋もあるの。将棋もあります。3個もありますよ。なんていうのチャンギってのチャンギ。チャンギ。同じ感じでね。で、はい、でも全然違うんですよ。あの、韓国と日本の将棋と違うんで。ほうほう。まあ、大体チェスと同じなんだけど、ちょっと違うんですよ。うん、ちょっと違うの。はい。で、それ、ここも、うちのお父さんがすごいそれは上手くて、うん、もう一回も勝ったことないですね。カツカツ、ちょっと見てない間にビッとやれば。とか、ちょっと見てない間に。しかしないですよ。とか、あと、地震が来たとか、バンとか。負けそうになると地震が。日本は自信多いから。そういうのはダメですよ。そういうのはダメですよ。そういうのダメね。フェアがね。はい。そういうのはダメって言ってたけどもみたいなね。はい。じゃあそれでは、ね、楽しくね。もう一度名前を。はい、じゃあユンノリです。ユンノリ。ユンノリ。ユンノリですね。じゃあまた。じゃあさっきのが最初のが何だったっけ。チャギ。チェギ。チェギチャギ。チェギチャギ。コンギノリ。コンギノリ。ユンノリ。ユンノリ。でもっといろんな民族のノリがあるんで、ね、まあそれはね、頑固言ってるとそういうのもちょっと体験できればいいなと思います、ね。そうですね。はい。じゃあこれで、ね、カムサミだ。ありがとうございました。カムサミだ。